はいどうも、カッパ園長です。さて、じゃあね、もう日本どうなってんだよシリーズみたいになっちゃってますけどね、こう自分でこう喋っててね思うんですけども、なんていうのかな、この無力感というかね、まあなんかその学校の勉強じゃあんま意味ないと思うんですけど、なんかほらもっと若い頃にあれしときゃよかったみたいな、そういう話、最近そう言われてみればあんまりそういうこと感じなかったんですけど、なんていうかもっとこのこういうのをこの見抜くというかさ、なんて言ったらいいんだろう、この提案できる力っていうのかな、代わりのこのアイデアみたいなのをさ、ね、日本の例えばこの、まあ、政治だけじゃないですけどね、立法行政司法、まあ、ほぼほぼ我々日本人をなんか、ね、食い物にする側にこのついちゃって、ね、我々日本人にとってもうプラスに働いてないやつばっかじゃないですか。ね、そう思いません？うん。だそれをどうにかする。ね、けしからん言うのははっきり言って、まあ、もちろん誰でもできると思うんですよ。うん。ね、気づくことさえ、ね、気づきさえすればさ、おかしいだろって、やっぱなるじゃないですか。そっから先に僕の頭じゃいかないんですよね。だから代わりにこうすればっていう、そこが出てこないのにイラつくんですよね。自分自身でね。うん、どっか誰かなんかその、うまいことこの考えられる人、まとめられる人、ねえ、いないもんですかね。まあ、ぼやいてもしょうがないんでね、あれですけども。例えばね、もう、そうだな、日本のこの、まあ、ワディたちとはちょっとまた違う話なんですけど、覚えてますかね、この、エリアルフィア議員ですよね。うん。で、この人がね、なんだろうな、まあ、本音を取ろうみたいな感じなのかな。つい、まあ、でも、なんとも思ってないんだろうね、やっぱり。この外国人の両親が、日本でキャリア積めて、で娘は国会議員にまでなってしまいましたと、まあ、自分のなんか手柄を報告しているようなつもりなのかな。でね、しまいにはそのような環境が日本にあることをもっともっと海外に発信していくべきみたいなことを言い出しちゃうんですよ。どう思います？まあ、選挙でね選ばれた結果なんでもう今更なんですけども、そもそもそういうことができる、その環境を正さないとダメでしょ。うん。海外に吹いて回られたら困る。まあ、それは困るは困るんですけども、そもそもそういう現象が、ね、あり得るのがもうおかしいんだからさ。うん。確かね、なんでこんな話が出てきたかっていうと、なんかね、この外来種支援コーディネーターみたいなのがあって、なんかなんかガンダムシードみたいだな。あっちは面白いけど、こっちは何も面白くないぞ。に、ついての質疑の中で、私のような子、まあ自分ですよね。両親が外国人を育てることができて、しかも国会議員にもなれたと。だからやっぱり、こういう人たちは、ね、もう日本向いて、ね、仕事してるわけじゃないってことですよね。ね、だってもっともっと外来種増やしたいって言ってるんだからさ。ね、まあこのエリアルフィアさん、まあどういう人か、まあ覚えてる人もいると思いますし、まあよくわかんないっていう人は改めてね、まあ興味ある人は調べてみてほしいんですけども。ね、自民党のね、この衆院議員ですよね。うん。元国連とか日銀職員の人でしたっけ。新疆ウイグル自治区出身の、ウイグル人の父親、あとウズベク人の母親の子供として、福岡県だったかな、北九州市でしたよね、確か。で、生まれましたよと。うん、いや、もうどう考えても、この日本のこの制度設計がもう欠陥、ね、おかしくないですか、ね、誇ることじゃないですよね。早急になんとかしなきゃいけないんだけども、まあ、仏壇つぼい人頭じゃやらないでしょうね。うん。まあ、でも、だからだっていうわけじゃないですけども、ね、もう、まあ、もう立法も死んでるでしょ、ね、行政もダメじゃないですか。ね、司法判断ももう狂いっぱなしでしょ。どうすりゃいいんだよって思いませんかね。そこまで危機感は別に感じてないですか。まあそれはそれでもうしょうがないからね、どうすることもできないんであれなんですけども、例えばこれニュースどうだろうな、今たまたま福岡県の話がちょろっと出たんであれなんですけど、このユニクロさんありますよね。ユニクロ、アパレルのユニクロ、このグエンさんたちのさ、グエン窃盗団ね、いつだったかな、そんな昔じゃないよな、ニュースになりましたよね。無罪だってさ。こんなもんですよ、日本って。ね、本当にやったもん勝ちですよね。福岡県内の、ユニクロでね、この衣料品を盗みまくっていた、ね、っていう罪に問われている、ね、ベトナムの男女4人、福岡地裁が、昨日かな、13日。執行猶予付きの判決。だからもう実質無罪だよ、温情。何やってんだよな、本当な。全員執行猶予だって。で、まあ予定ではこの後国外退去らしくて、で、二度と日本には、窃盗目的では日本に来れない。いや、盗む気、泥棒しに来ました、入れてくれますかなんて誰が言うんだよ。間抜けか？さあ、とっ捕まってる間、反省してるかって言われて、反省してませんって言わねえだろ、普通は。まあ、言っちゃうやつたまにいるらしいんですけど。何やってんですかね。相変わらずこの性善説に基づいた、ね、なんかもう、パッパラパー判決だな。パッパラパー社会だよね、はっきり言って、日本が。全体的にまだ緩すぎるよ。だから、どんどん食われてんじゃん。で、まあ、グエンさん、38歳。ホアンさん、36歳。まあ、他にもあと2人、ね、男女4人って書いてあるんだよね。福岡中央区とか、この久留米とか、まあ、ユニクロで、ね、繰り返し、この服を盗み続けていたんですよ。ね、完全にこの窃盗団なわけですよね。で、ベトナム在住のある女性が指示役でいるらしくて、ね、日本はこの取りやすいと、最悪捕まってもどうにでもなるみたいなことを言われて来て盗みを働いてたんですよ。だからもう確信犯なんですよ。やむにやまれぬ事情なんかどこにもないわけですよ。あったとしても許されませんけど。だからもう組織犯罪ですよね。普通にこの見張り役とか実行役とか、だからもうあれだよ、だから詐欺集団と変わらないですよ。で、一方で、ね、事実関係を認めて反省し、反省なんかするわけねえじゃん。二度と窃盗目的で日本に来ないと言っている。どこで判断するわけ、そんなもん。ねえ。おかしいよな、ほんとな、日本って。で、この、グエン被告、ホアン被告、懲役3年、執行猶予5年。あと、他の2人も、2年6ヶ月、執行猶予5年とかね。もう全員執行猶予だって。で、弁護士によると、反日不良弁護士だろ、どうせ。刑事事件としての拘束は終了となるものの、すでに在留資格がないので、数日後にベトナムへの強制退去処分を受ける見込みなんだって。まだ難民申請か、これ。さすがにそれは通用しねえんだけれども、今のこのなんかね、ゆるいぬるい、お花畑ジャパンでは、ね、外来種によるこの犯罪天国化しているこの狂った日本では、普通に考えたらありえないことが普通にありえちゃうからな。どうなってんだよ、ほんと。もうなんか全然話変わりますけど、ちょっともう明日、これ多分あれですね、もう喋れないですね、これ。ちょっともう限界ですかね。なんかね、気管支炎なのか肺炎なのか、これなんか咳して、まあ咳も大概苦しいんですけどね、くしゃみするとなんか胸痛いんですよね。これなんかおかしいっすよね、やっぱね。やれやれだ。ということで、じゃあ。